こんにちは。本日は i h e r b で購入できる楽天リーベーツのポイントアップ期間中だからこそ i h e r b で購入したい冬に欠かせないちょっとお高めのリピート商品などをご紹介いたします。i h e r b でお買い物をする時に楽天市場の楽天リーベーツというサイトを経由して購入すると楽天ポイントが還元されますが現在はポイントアップ期間中となっています。 注意点としては、iHerb の紹介コードを利用して購入すると、楽天 D 別の楽天ポイントが還元されなくなってしまうことですが、とてもお得に購入できるチャンスです。そこで、急遽緊急企画ということで、今だからこそ購入したい、冬に欠かせないちょっとお高めのリピート商品や初購入品もご紹介いたします。パラダイスハーブのオラックエネルギーグリーンの青汁です。 アイハーブの青汁スーパーフード部門で一番人気の商品で栄養補給のための商品を1つだけ選ぶならこれという方もいらっしゃるほどで青汁、野菜、ベリー、きのこプロバイオティクス菌抗酸化やデトックス系の成分アダプトゲンハーブスパイスなど50種類以上の材料から作られていて海外において抗酸化力の指標として使われる オラックという値が、この商品は1食分あたり4万という高い値だと記載されています。私の場合は、朝起きて一番に飲む水分は、この青汁とクロレラシリマリンパウダーを混ぜたものにしています。今日も頑張るぞ、という1日の始まりに欠かせない商品です。ワイルダーネスポエットの フリリーーーーズドライのエルダダベリーパウダーです。エルダーベリーはアメリカやヨーロッパにおいて古くから感染症対策や健康維持のために使われてきたベリーでポリフェノールの一種であるアントシアニンやビタミン A と C なども含みますちなみに国内外の複数の学術論文を読んでいるとブルーベリーの2倍以上のアントシアニンを含むとの研究もありました エルダーベリーの商品は、アイハーブでもアエントローチなどが販売されていて、私も父親用にリピート購入していますが、この商品は何も加えられない100%のフリーズドライの状態です。今回初めて購入したので、朝ごはんに食べる豆乳ヨーグルトにさらに加えてみます。薪ベリーに薪を取らず、かなり濃い紫色です。 気合が入ったのか、少し入れすぎてしまいました。味は特に苦さも感じず、ベリーの甘酸っぱさが加わって美味しかったです。豆乳ヨーグルトにはカカオ、甘煮などいろいろなものを入れていますが、天然のビタミン C としては、アーストーンフーズのカムカムパウダー、 スプーン1杯 3g でビタミン C145mg が取れるカムカムのミノパウダーでパッケージには優れた免疫サポート作用を提供する抗酸化物質を含むと記載されています果実などに含まれるバイオフラボノイドはビタミン C が体の中で吸収作用する効率を高めてくれるということで ビタミン C はサプリメントに頼りすぎずこういった果実パウダーなどからも取るようにしています一方で血液の中のビタミン C 濃度を高く維持するためにリポソームビタミン C のサプリメントも活用していますレイクアベニューのリポソーマルビタミン C1000mg です リポソームビタミン C は人間の細胞に吸収されやすいように脂質を用いてビタミン C を加工したサプリメントで一番有名なこのリポスフェリックビタミン C を両親用にずっと購入していますが自分用には少しお値段が低めのこちらを使うようになりました1袋でビタミン C1000mg を摂ることができ中身はジェル状で決しておいしくはありませんが 健康のためだと思って、朝起きて一番の空腹時に必ず飲んでいます。マヌカヘルスのマヌカハニー、MGO263 プラスです。マヌカハニーは、ニュージーランドに生えるマヌカという木の花の蜜で、抗菌成分メチルグリオキサールの値が高いほど効果で、 特に日本国内のお店ではなかなか気軽には購入しにくいお値段ですがアイハーブでは比較的続きやすい価格なので MGO263 プラスをリピートしていますマヌカハニーは本当はそのまま食べるのが良いらしいですが私は歯につくのがあまり好きではないので生姜入りの紅茶などに入れています今回はトワイニングの紅茶を使いました 紅茶はインフルエンザへの効果について研究が進められているテアフラビンという成分を含みます。ダイナミックヘルスのオーガニックの生姜ジュースです。生の生姜を絞った甘さが加えられていない絞り汁で、生の生姜に含まれるジンゲロールという成分は抗菌・抗炎症作用を持ちます。 置いておくと、中身が沈殿するので、使う前に振ります。味は、予想以上に生姜の辛味がちゃんと残っていて、加熱せずに生のまま使えるような料理。例えば、サラダのドレッシングにも良いと思いました。生姜を紅茶に入れて、マヌカハーニーも入れます。ちなみに、 生姜は乾燥させると、生姜オールという体を温める成分になるので、生の生姜も生姜パウダーも両方使っています。父親にマヌカハニーを食べてもらうために、一年中リピートしているのが、マヌカヘルスのマヌカハニーの飴です。 1粒にマヌカハニーが 334mg 入ったレモン味の飴です。今回父親へは、前回の動画で美味しかった牡蠣の水煮も一緒にプレゼントします。クラウンプリンスナチュラルの丸ごと茹でた牡蠣です。牡蠣に含まれるミネラルの亜鉛は、不足するとリンパ球の機能へも好ましくないということで、 缶詰なら1年中食べられるので、今後もリピート予定です。ちなみに、母親へのプレゼントに購入予定の一つが、カントリーライフのマキシコラーゲンです。ドイツでの35歳から65歳の女性を対象とした研究で、肌のコラーゲン量増加などへの効果が見られたコラーゲンです。このコラーゲンは、自分用にも購入して、あとは。 MRM の BCAA プラスグルタミンです。合成の人工甘味料が使われていない、必須アミノ酸のうちの3種類の BCAA パウダーです。アラフォーさんの私は、疲労回復のために飲んでいます。今回は急遽簡単なご紹介でしたが、皆様のお得なアイハーブショッピングのご参考になれれば嬉しいです。 本日もご覧いただきありがとうございました。